ちょっと遅めですが、今から行きます。逆流で兄貴の、よろしくお願いします。僕がここを出て行くわけは、誰もが僕の居場所を知ってたから、優しさを敵に回してでも、生きてる証が欲しかった。学校まで歩くように、今はまだぎこちないが、まずはここから足を生み出し、ああ飾り言葉を投げ捨てて、若いくせになんて言わせたくない。奴は打つのボタンを外していようと、奴は人の生き様馬鹿にしようとも、一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。言われた悲しみに縛られる前に、コップいっぱいの水を飲み干そう。ああまずは喉を潤して、目の前のいざこざを蹴散らすんだ。例えば誰かが錆びれたナイフで僕に軽蔑を突きつけても、腰を据えて受けてやろう。げんこつ一つで笑えるさ。やつが打つのボタンを外していようと、やつは人の生き様馬鹿にしようとも、一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。ありがとう。終わりました。またね、明日よろしくお願いします。